日本テレビホールディングスティップネス香り園店ガテ店株式会社ティップネスは東京都港区に本部を置くフィットネスクラブ運営会社日本テレビホールディングス株式会社の連結子会社1986年10月にサントリー株式会社の子会社として株式会社ティップネスを設立1987年4月の東京渋谷区にある 渋谷店を最初にフィットネスクラブのティップネスの展開を開始。一方、株式会社マルベニの子会社株式会社レバンが1987年3月の東京調布市にある国領店を最初にフィットネスクラブのレバンの展開を開始。2001年4月に株式会社ティップネスが株式会社レバンを吸収合併し、翌2002年1月にはブランドを フィップネスに一本化した。そうした経緯からサントリーとマルベニが出資し、サントリーの外食、家食、スポーツ、花、サービス関連事業に属する企業の一つだったが、2014年に日本テレビグループ入りすることが発表された。を展開しているほか、指定管理者制度で公共施設の受託運営事業を行っている。フィットネスクラブとテレビ局が継続的に ヘルスケアコンテンツを制作、放送する本書の取り組みとして、2015年8月31日より、朝の報道、情報番組、オハ4ニュースライブ、第1部制作、日本テレビでも、同時ネット内において、オハチップ1ミニッツ、体操を開始。なお、番組連動データ放送は、日本テレビのみで実施。ありがとうございます。